チャオ、あっちゃんです。今日はね、6月24日夕方5時10分です、はい。でコメントお返し動画を撮ってた時にね、郵便さんが来て、小包みですって届けてくれたんがね、はい、視聴者さんから贈り物が届きました。ありがとうございます。ミミさん、ありがとうございます。では早速開けさせていただきます。中をね、壊さないようにきれいに開けるの、はい、ちょっと待ってね。なんかね、袋あげるとね、下の子が寄ってくるのよ。なになにって、キュアちゃんもそう、袋持ったらワン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 って寄ってくる、一緒一緒。はい、いっぱい入れてくれてます。ありがとうございます。はい、なんか可愛い。はい、では一つ一つ紹介していきたいと思います。ありがとうございます、ミミさん。博多明太子入り明太マヨネーズタイプ。うわ、すごい、こんな初めて見た。博多の味山屋明太子屋さんが作った明太。うわ、ありがとうございます。うちね、ヒカルが大好きな明太。あっちも好きやけども、はい、明太子ね、みっちゃんも好きやったん。明太子とかね、たらこ大好きなんです、うちの家族。ありがとうございます。いつもね、たらこ、あ、ヒカルが来た。たらことね、マヨ入れて練り練りでスパッ作ってるけど、これすっごい助かります。ありがとうございます。あ、九州醤油味の堅揚げポテト、ありがとうございます。これすっごい楽しみやった。売ってないの、スーパーで。ぜひ、みんなで食べる。触らない。一個紹介していくねんか。ダメ、触らない。あ、ポテチの九州醤油味。はい、これも見たことない、嬉しい、ありがとうございます。はい、で L サイズ。嬉しいな、みんなで一緒に食べたいと思います。ありがとうございます。はい、うまかっちゃんチャーハンの素。え、うまかちゃん、こんなんも出てんの、知らんかったわ。ちょうどね、昨日関西ローカル番組で、何やったっけ、あれ、何ちゅう番組やった、人間国宝さん、よーいどんやな、なっていう番組があって、それで博多のうまかあのハウスの工場やってたで、あ、福岡工場かな、でうまかちゃんのやつやってた。でうまかちゃんのラーメンがやってて、嬉しい、すっごい。でもこんなん初めて見た、チャーハンの素。はい、ぜひ使わせてもらいたいと思います。ありがとうございます。ご飯と卵でフライパン3分、ありがとう。はい、作りたいと思います。うまかっちゃんのラーメンね、博多の豚骨ラーメンでやって、コマーシャルちゃうわ、そのテレビでやってたん、ちょうど。はい、嬉しいです。あ、一蘭のラーメンや。一蘭ってね、どこやったかな、奈良にもできたんよ、奈良とか大阪にできてんけど、めっちゃ並んどってよう入らんの。一蘭のラーメン食べてみたいな思ってて、食べたことないんで、はい、ありがとうございます。楽しみたいと思います。これは麺、食べたい、違う、まだ。すごい、下の子がね、食べたい。ありがとうございます。はい、め明太、え、あ、違う、麺類、からし明太風味マヨネーズ麺類、見たことないです。福太郎麺類、麺類マヨネーズ、明太マヨネーズ、しっきりやすいので開封後はお早くお召し上がりください。じゃあ、ね、おせんべい、あ、パリって言った、おせんべい、はい、ぜひ楽しみたいと思います。明太マヨネーズのおせんべい、楽しみ、ありがとうございます。
はい、博多通りもん、あ、聞いたことある博多通りもんって。美味しそう、ありがとうございます。おまんじゅうかな、ぽい、なんか美味しそう。博多西洋和菓子、あっちゃん九州行ったことないからね、ほんと九州美味しいよ、九州のも美味しいよってみんなに聞くんだけど、行ったことないから楽しみです、ありがとうございます。はーい、はーい、なんか来た。はい、つくしもち、はい、なんか蹴っ飛ばされた。お片付けしてないあっちゃんが悪いんです、ごめんなさいね、はい、なんかすごい美味しそうな和菓子、じゃあ和菓子とか大好きやからありがとうございます。で、ひみちゃんから大好きなあっちゃんへお手紙ありがとうございます。はい、あの、後で楽しみに読ませてもらいたいと思います、ありがとうございます。あとね、なんか、うん、かわいいのがうわ、めっちゃ嬉しい、じゃあこんなん好き、うわかわいい、かわいい、なんかテンションがある、すごい嬉しいな、なんかね、こういうのね、フリフリな、こんな服大好き。あ、ポーチや、ちょうどメイクポーチがねパンパンなってんのよ。嬉しいな、ありがとうございます、すごいかわいい柄や、いちごの柄、いちごとバラ、すごいかわいい、さくらんぼもや、すごいありがとうございます、使わせてもらいます、ありがとうね、めっちゃかわいいな。嬉しい、みちゃんありがとう、うん、着させてもらいます、はい、ね、ってことでね、またね、あのお菓子とかも食べたいし、食べたら動画上げさせてもらいます、ありがとうございます、ありがとうね、みちゃんね、うん、あの下の子が食べたい食べたいばっかり言ってんの、うん、早速ね、何が食べたい、ポテチ、お腹が膨れる。はい、あんまりね、お腹膨れると今日の晩ご飯食べられなくなるんで、ポテチ食べたいと思います。ではまたね、ありがとうね、みーちゃん。嬉しいです。